そこの二人、自己紹介しろ。はい、じゃあ僕から、新小岩で、今8年目ですね。で、バル、飲食店をやっています、大衆バル、ギャリックオーナーの沖本翔です。よろしくお願いします。新小岩、に住んでですね、40年以上でしょうか。K と言います。この辺の小中学校は通っておりました。よろしくお願いします。新小岩で美味しいお店を各自へ。はい、僕は、焼き鳥の鳥匠さん、焼き鳥屋の鳥匠さんか、新小岩織ですね。毎回カメラ回るたびに言わさせてもらってるんですけど、新小岩織ですかね。はい、はい、僕はですね、焼肉が、比較的すごい好きなので、僕の近所に、かなうみさんという焼肉屋さんがありまして、そこがすごく、リーズナブルでとても美味しいなと思います。あとは、隣にいる彼のお店ギャリックがおすすめです。お前らの夢は何だ、各自答えろ。夢はですね、やっぱ子供が2人できたんで、やっぱ立派な父親になることですかね。どうぞ。あ、僕の夢ですね。夢ですか。引き続き、健康で過ごしていけること。夢じゃないか、それは。過ごしていけることですね。はい。ルミエール商店街は全長約何メートルか。これは予想でいくしかないんですけど、どこまでなんだろう。ケツまで全長っすもんね。40年住んでたから分かるでしょ。700メートルぐらいじゃない。そう、ある。700メートル、引っ掛けますよ。700メートルぐらいじゃない、ね、いやー、でもどうだろう、分かんねえけど。こんなあるかな。信じますよ、初級だからね。そんなあるかな。結構だから700って。もうちょっと減らした方がいいと思う俺。あ、いいや、これでできますよ。どうぞ。はい、700メートル。まあ、正解は420メートル。そんなもんか。減らせばよかった。だから言ったじゃん。やばいぞ俺。なんかもっとあるような感じ。やばいよ。ルミエール商店街にある沖縄料理店の名前は？あるな。ある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 。ある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 。2階だよね、あれね。そうそうそう。あるある。沖縄に、チャーとかチューとかつくような感じだよね。チュラさん。チュラさんとかそんなんでしょ。チュラさんにしてみてますね。やばいぞ、これ。いいですか、どうぞ。はい、チュラさん、 さんで。でしょうね。正解は、はい、チャーマジョン。うわ、ほら、チューとかチャとかのチューよ。ちょっとだけ。ちょっとだけ。チャーマジョン。チャーマジョン。チャーマジョン。新小岩専門 YouTube チャンネル、バーチエアーズチャンネルの直近の食レポの店はどこ？あれじゃない、ヨリトじゃない。ヨリトだったような気がするんだけどな、違うかな。ヨリトって新しい鉄板焼き屋。いや、でもヨリトでも行ってるもんな、結構。いや、俺さっきちょっとチラ見した時に一番上にヨリト出てきたんだよね。そう。けど一番上に出てきたのが最新かどうか分かんないけど、もうそれ以外に分かんないからね。うわ、これ、まあ、食レポ動画ですからね。食レポ動画じゃないんだ。いや、わかんないですよ。クイズ出てらっしゃいましたもんね。そうですね。食レポ動画、いや、これはわからないな。食レポ最初の頃とかやってたもんね、ヨリトって。新しい店ですか。新しい店です。行きましょう、はい、ああ、いいですか。はい、はい、じゃあヨリトです。当たんねえよ。当たんないよ。正解はですね、北口にあるチーズン東京さん。知らない。チーズ料理専門。見てみよう。チーズン東京、まずはチーズンっていう名前の料理があって、新小岩発祥の料理。
へえ。知らない。40年で知らないですよ。40年がそんな食い物なかったよ。やばいな、やばいよ、マジで。しもっちが半年に一度食べたくなる珍来のチャーハン、値段はいくら？うわ、珍来は管轄じゃない？うん、わかるよ。食べる、安いイメージじゃない？普通盛りですよね、もちろん。いやー、いくらだっけな。よし、行きましょう、これで。いや、俺もわかんないから信じますよ。行きます、はい、550円。いつもとちょっと違うから合ってんのかなと思っちゃったじゃん。650円。ああ。ちょっとやばいですね。初級編終わりましたけど、全滅っすか。ボロボロですね、これやばいな。さあ、中級編でございます。総武線快速ホームにてホームドアができたのは2000何年？うわ、来た時もあった？いや、ない。オープンした時ないから8年以上前ってことだよね。快速のホームドアですね。快速のホームドアは最初ついてなかったから4年前ぐらいなような気がするけどね、俺。そんな感じしない？4年前、4年前ではコロナ入ったばっかりぐらいの時だから。もうちょっと前か。もっと前、5年前、6年前だとしたら2024年だから18年、19年あたりだと思うんだよね。よし、2018年おーしゃー嬉しい。これもね、当たんないと思ってたんですけど。あ、本当ですか。遡りました、ね、よかったよかった。嬉しい。あれが良かったでしょ、その来た時どうだったみたいな。ああ、そう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 、ね、でコロナもね、うん、なかったみたいな。正解したら喋り始めるみたいな。新小岩南口駅ビル6階に行政サービス施設があるだろ、その名前は何だっけな。なんかなんだっけな、結構いキャッチーな名前だったような気がするんだよね。ひらがなだよね、なんか、うん、いけますよ的な感じの雰囲気だったよね、うん、なんかひらがな、全部ひらがなですね。ひらがな4文字とかだった気がするんだよな、うん、ね、ひらがな5文字です。5文字か。5文字中2文字はひらがなで駅がつきます。えと木ですね。駅、うわ、駅たたた、駅たたた、駅の中。駅の上。もっと困らしましょう、はい、駅にまでです。あと2文字。これこんな出してもらったらやばいな、これ。駅に行こうにしましょうよ、うん、駅に行こうみたいな、さあ、そう、はい、駅に行こう。違うだろうな、イントネーション合ってるんですけどね。これはね、駅ニコワって。うわぁ、こわニコワだ。駅ニコワ、ニコワってあるんだよね、結構なんかそのね、あるある、子供とかね、ニコワってとこに預けたりしてた。俺分かったわ、これ出てきた、ごめん。駅ニコワね。あ、葛飾区から J リーグを目指すクラブチーム、南葛 SC のサポーターで有名なキャプテン翼のコスプレイヤーがいる。そのキャラは何のキャラ？コスプレしやすいキャプテン翼の中の登場人物ってことでしょ？ヒューが小次郎しかいないくね、それね。ヒント、はい、ヒントはプレイヤーではないですよね。あ、姉子、ほぼ全試合参加してます。あ、それも応援してるから応援団のあれだよ。いや、そうじゃん。そうだよ、近いって書いて分かんないから、あの人の名前、名前なんつうのあれ。違くても大丈夫。いや、もうそれ以外考えらんねえもんな。でも応援してるから毎回毎試合行ってるってことは応援してるわけじゃん。そうだよね、そうだよ ね、プレイヤーじゃない方じゃん。サポーターだよね。絶対やりやすいのはさ、応援団の人がやりやすいから、それあ、いけると思うんだよね俺。じゃあ、はい、あの、はい、姉子、いや違うの。これはですね、はい、確かに姉子もいるんですけど、はい、ロベルト本郷。うわ、
フラさん、スバさんはあれだよ、上級問題に上級ですか、ラスト3問です。はい、早いな。ルミエール付近、近江牛専門のすき焼きの美味しいお店は？お、お、それはもう仲良しじゃないですか、俺。うん、やったぞ。漢字で書くでしょ。うん、これそうでしょ、うん。これは自信あるな。ああ、せーの、米久。ありがとうございます。っしゃこれ仲良くしてもらってますんで、はい。小松通り商店街には女性で結成した消防団がある。その名前を言ってみろ。そんなの。なんかのあれなんじゃない、なんかパロディじゃないけどね、女子十二学坊みたいな、小松川女子なんとかとかみたいなさ、ね、なんとか48みたいなのがさ、女子だからさ、ヒントはください。憶測は、ね、結構なヒントになると思いますよ。ほうほう、何々最後はガールズ、消防団ですからね。消防団、ね、SBT ガールズ、消防団か SB ガールズ、消防ガールズ、ファイヤー、ファイヤーワーカー、ファイヤーワーカー、ガールズがついてるから。今のところ何だと思います、各自。僕はまあ S 消防、 SB ガールズ、 SB ガールズで。いや、僕はファイヤーガールズ。ファイヤーガールズってかせえな。ファイヤーガールズの口にしてなんかかっこよくはないと思うんだよ。かっこよくはないね。本当にファイヤーガールズでいいのかな。いや、多分そうじゃない、そんな安直なの。なん安直でいいと思う、なんか深くないと思う。本当に、まあ、いいか、どうぞ。ファイヤーガールズ、すいませんでした。めっちゃかっこいいです。すごい、ね、めっちゃかっこいいです。正解する、めっちゃかっこいいです。新小岩2丁目にある居酒屋夜なずき、美味しくて有名なテイクアウト商品は？来たぜ、俺いつも通ってる、今日も通ってきたからね、あそこ ね、 そうだね。ああ、どこにあるか分かる。ああ、なんかね、大きな壺が並んでるんですよ。あはいはいはい、ねえ、並んでるよね。あそこね、買ったことはないけど、あれか、うん、これでしょ。いいです、これでしょ。はいはいはい、だと思います。ああ、自信ありますね。せーの、焼き芋。よっしゃー。やったあと、これで4問、4問。わ、じゃ巻き返したね、相当。危なかった。上級問題を全問正解、ね、ありがとうございます。なぜ初級がみたいな。でもね、ほら、そう、陣内の、陣内のチャーハンちょっと惜しいと思う。惜しかったね。100円ね。どうでした？意外に知らないこと多いなってのは、ありますね、本当にね、やっぱ注目してないと全然、うんうん、分からないものが結構ありますね。そうですね、まあでも上級全部正解してよかったですね、本当に、うん、まあ10問中4問ということで、はい、はい、悪くはないっすよね。まあでもよくもない、よくもない。から言うと、はい、ポンコツですね。ありがとうございます。まあでも上級で3つ、はい、そうですね。ありがとうございます。ありがとうございました。